なんか、64歳独身弱者男性にまつわる話が話題になってるみたい。なんとその64歳独身弱者男性、年金は月2万円で、ネット掲示板でレスバトルをするのが孤独を薄めてくれる唯一の楽しみと主張してるんだよ。なんだか悲しくなるような話かも。では、詳しい内容を見てみて。生活が苦しくとも誰にも相談できない、そんな孤独を抱えながら貧困に苦しむ中高年が増えている。貯金もないし、年金も月2万円しかない。その上持病の治療費もかかるので、仕事を辞めるわけにはいかないです。そう話すのは、未婚で一人暮らしの加藤貞夫さん、仮名64歳。5年前から蓄膿症と不整脈を患い、通院をしながら介護補助の仕事を続けている。週4日のアルバイトで月収10万円ほど、年金2万円で暮らしている。生活保護を求めるべきと思うが、本人は田舎にいる肉親に役所から連絡が行くのが心苦しいと拒否。結婚もしておらず、交流する友人もいないが、ネットが趣味なのが救いだと話す。掲示板サイトに書き込んだり、チャット GPT を使ったり、いい話し相手になってくれるんですよ。たまに掲示板で喧嘩もしちゃうんですが、それが孤独感を薄めてくれているのかもしれませんね。ネットの書き込みの裏には、孤独を抱えた高齢者の姿がある。やっぱり悲しくなるような話だったね。まあしかし、このご時世だもん。このようなご老人は、もしかすると結構な数いるのかもしれない。だって、ネットの書き込みでたまに見かけない？こういった人。ネットでも、たまにガチのジジイいるのは、こういう奴らなんやな。たまにいる気の短いレスバトラーは、孤独な老人だったのか。これからは優しくしてあげなきゃ。バトルせんと、仲良くしたらええのに。友達できるかもしらんやん。レスバで孤独を癒すって迷惑だろマジで。正直、攻撃的なレスでしかコミュニケーション取れない奴はいなくなってほしい。リアル事件起こさずレスバまでに収まってるならいいんじゃね。時々いる話の通じない老害じみた奴がこういう悲しい生活をしていると思うと同情する。ワイがしてる何気ないレスバトルも相手にとっては生きがいなこともあるんやな。よかった。これからはもっと仕掛けていくわ。突然煽ったり絡んでくる奴は、こういう事情があるんやな。推しの子連れにいっぱいいそう、こういう人。生活保護が恥ずかしいのはわかるけど、すでに生活保護と同じくらい恥ずかしい生活しとるんなら、割り切れや。結局自分の生活が悲惨だから、何かに責任転嫁したり、攻撃性を向けたりするんやろうな。困難反面教師にするしかないで。こうなったら終わりやぞ、などと、様々な声が上がってるみたい。やはり、ネットの声にもあったけれど、このような高齢者を反面教師にしなきゃいけないと、つくづく感じるよね。しかし、この高齢者も大変だよね。何せ持病持ちだし、給料も安いし、年金も2万円なんだもん。でも、そんな状況下であるにもかかわらず、小さな楽しみを見つけて、前向きに生きていく。その点は見習うところかもしれないね。まあしかし、自身の孤独感を紛らわすために、レスバを仕掛け喧嘩をするのは、正直迷惑な話だけどね。とにかく、この高齢者の生き方を見てどう思うのかは、人それぞれだと思う。でも、ゆるパンダは、この高齢者のようにならないよう生きていこうと思っちゃった。しかし今の世の中、生きていく上で、本当に厳しい世の中なのは確かだよね。前を向いて頑張らなきゃいけないね。